礼を言わせてくれ。はい、皆様どうも、マーフロです。それでは白猫プロジェクトやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。の中はい、相変わらずできてませんね。ちょっと時間本当にやばいです。僕のあと10日ぐらいしかないのに、まだ1という、本編も終わってないという。はい、それでは、2の4からですね、行ってみましょう。よろしく。先にクリアしないとダメな感じですね。ステージ数多いんだから30日ぐらいしてくれればね、あれなんですけど。いや、もっと欲しいな。ゆっくりできるペースが欲しいですね。ってなると結局最後ギリギリになったりするんだけどね。なかなか仕事をしながらなので時間がありません。パパッとやっていきたいですね。バッチリ決めてこう。突っ張り野郎ですね。だからマークさんパパッとここ入ればいい。一本取るよ。いやもうちょっとややこしいステージはやめとくしかない。パパッとしたいぜ。全部開けていかなきゃいけないってこと。これ青が、青はそっか。こういうめんどくさいステージ嫌いだわ。これワープするの。あ、戻れ。おっとっと、あれもうなってた。おお、赤が、ちょっと嫌すぎるこのステージ構成。いや、しかもワープできるってどういうことよ。どんどんワープしていけばいいってことかな。ゴンも頭使うの嫌なんだから、こういうステージ嫌でしょきっと。で勝手に決めてしまう。あー、引っかかった。危ない危ない。 OK。 一本取るよ。時間かかってまったな。ハイペースで進みたいのに。しかもトリプルムーン、ムーンじゃないわ。どこにあるんだろう。とりあえずね、今までのとこ集めておきましたけど、とりあえず行ってみよう。おっしゃった。お、これで最後、このステージで最後。よろしく。
入るなと言われたら借りたいべ。これなんで後ろ、なんか謎解き持てたりしないのか。なんか一個だけこれ裏向いてる。また頭使わせられる。あれ、どこ行けばいい。飛ばせんの。あ、こっちから行くのか。聖女の足元にいる。入れないんだけど、なんか謎解かなきゃいけないのか。あ、もういけるやん。探しに行っちゃった。これで後編は終わりかね。ただもうクリアしていこう。スターローンも後で本当に集めます。スターローンじゃないわ、なんだっけ、トリプルなんとか。あ、この村で一番腕がいい床屋はこっちのハゲのおじさん。ハゲって言ったろな。おっそう。だってここでは自分の髪を自分で切っちゃいけないんでしょ。ならさ、君のその村で一番綺麗な髪を整えたのがおじさんだよね。そのまま。ありがとう。でもさ、きっとあの人いいとこ屋になれるよ。おじさんのヒゲすごく綺麗に整ってたから今でも十分上手だもんね。ヒゲもダメなの、自分でやっちゃう。それ大変じゃね。
ヒゲはさすがに自分でやろうよ。それで？そうだと思う。多分グリードアイランドみたいに念を使えば反応すると思う。念っていうのは。ふむふむ。うん、それでいいや。なるほど。じゃあ帰るときには君たちにお願いするね。はい、そうね。うん、ありがとう。せっかくだからちょっと見て回ってみるよ。それじゃあね。やっとコンプリート。はい、じゃあ次はキラー君行きましょうか。期待の中、俺と遊ばない？ふむふむ。何ここ？なるほどね。それで俺が呼ばれたってわけか。で、試練って何？これでもゴーン編やってないとわからないよね。大会って？ゲーム？待ってよ、俺まだルールも何にも知らないんだぜ。何が大丈夫なんだよ。本当に。やれやれ、ゲームってもう舐めすぎだと思うけどな。カウンター。やる。拍子抜けだね。こんなの楽勝すぎる。単純な後出し有利のじゃんけんだし、あのゲームに比べたら100倍単純だね。ゲームの肝になる心理戦も。マジックカードでブレイク。あんたさ、考えてることが顔に出すぎだって。ああ、決勝の相手でもこの程度か。暇つぶしにもならなかったな。ハップだっけ。まだ潰したね。そんな騒ぐことじゃないって。こんな幼稚なゲーム、3歳の時の俺でも優勝できたレベルだし。ふむふむ。そうかもね。この分だと商品にも期待はできないけど、行くだけ行ってみるか。よっしゃ、よろしく。条件はやっぱまた武道か。お手柔らかに頼むなのか。あ、しかも状態異常にならずがあるやない。嫌だな。
そういうややこしいのはもう高難度のクエだけでいいのに。全然気づいてなかったけど、しかもこのトリプルの使い道もまだ知らないしね。まあどうせ全部集めなきゃいけないんだろうけど。また状態上か。学術室に入らなければ大丈夫なのかな。いや、絶対意地悪な仕掛けがあるはずだ。
対戦方式かこれは。カウント2。うわあ。やばいやばい。しますていくよ。真ん中やべえあれ。こいつもやべえ。やろう。あー危ない。あー真ん中にやがる。あ、飛んだ今。なった。ちょっと待てー、もうこんなのやめて。あーやべやべ、あーなった、状態異常。もう意地悪だな。マンドラゴラはずるいだろう。なんかここにありそう。なんか今スイッチがあった。あったねー。そう。行っちゃったよ。いた。あれ？まだ。あんなレベルじゃ永久にチャンピオンになっちゃいそうだけど。あ、安心して、もう飽きたから次からは出場しないよ。まあまあまあ、いいよ。さっきので終わりじゃ歯ごたえなさすぎだもんな。確率3分の1かよ。建築性の。じゃ左の。耳にしたことがある、有名な問題だ。そうだ。
んなところで遭遇する機会があるとはね。どうする？この問題は有名だ。それを逆手にとってこっちを惑わせてるのか。さっきの相手よりこっちのやつの方がよっぽどポーカーフェイスだ。こんな時縁が得意ならすぐに分かってない。まあ、変えない方がいいでしょう。あ、いや、考えすぎちゃうタイプだ。商品なんか別に欲しくはないけど、外すのも尺だしな。あ、ちょっと待って、もう少し考えて。シャー！行かなくちゃ。ああ、もう！そこの司会者！保留！さっさと倒してくるから待ってろ！すぐに終わらす！やる！答えが気になるね。はい、次行きたいところですけど、もう時間がね、あれなんで。礼を言わせてくれ。一回回し終わりましょうか。俺と遊ばない？さあ、ちなみにまだコラボキャラ一つも当たっておりません。よろしく。まあ、もう結構回ってると思うんだけどな。そろそろ一人ぐらい欲しいかな。ほんと来い。さあ、お願いします。どんどん来いや。ダメポー。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。